魂が叫んでるみたいな。ああ、求めてるってことなんですね。もう求めまくってるみたいな。ああ、人間の原理原則はやっぱり皆さん求めるんですね。自然とかをその元ある姿に求めてるっていう流れなんでしょう。昨日皆さんに動画のね、前の人に話すと電話がかかっていた時に、松岡急に勢いよく、船がっていう風な話をしてて、また明日詳しく話すわっていう風に言われたんですけど、なんか、船買われたじゃないですか。なんか何があったんですか、一体まっちゃんに。うん、まあ、まあ、よっしゃ、行こう。じゃあ、頑張ります。頑張る、あいつ。なんていうのかな、皆さんっていうか、まあ皆さん、私も含めてなんですけど、はい、まあ子供の時から、その学校教育とか親の教育とかね、はい、世の中こういうもんですみたいな、なんかこう、常識的な概念とか、そんな関連的なものっていうのをこう、はい、ずっとこう、植え付けられてるとか、勝手に思い込んでるというか、うん、そういうふうにしてきたわけですよ。うん、で何かをこう成し遂げたいとか、うん、まあそこまで言わなくてもこうしたいとかああしたいっていう話ってあるじゃないですか、はい、まあまあその通りのお話なんですけど、はい、これね本当にねその子供の時からこうなんかなこう自分で勝手に思い込んでる概念的なもので制限かけてしまってるんですよ、みんな。で、わかる？で、例えばね、じゃあ今日ラーメン食べに行こうとか、はい、今日焼き肉食べに行こうとか、お寿司食べに行こうとか、はい、いう、なんていうのかな、その、こういうことも自分で選んでやってるわけですよ、うん、そもそもが。で、自分の思った通りにやってるわけですよ。はい、で、それが、まあ先の船の話じゃないけど、はい、その、プレジャーボートね、これまあ高いわね、金額で言うと、はい、うん。で、まあこうなってくると、はい、まあ嫌いは別として、はい、そういうのが欲しいなと思っても制限かけてしまう自分がいるみたいな。こういうことってね、ものすごく多いんですよ。はいはいはい、うん。でね、これね、何かって考えたらね、はい、よくあるじゃないですか。引き寄せの法則とか。ありますね、ありますね。ありますね。ああいう専門系っぽいやつ。はい、あれって、その方便の一つなんですよ、今言うと、ね。はいはいはい、はい。というふうにすれば叶いますよ、みたいな感じなんですけど。はい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 、簡単に言うとね。はい。自分が思った通りになってるわけですよ。もういつもの話なんやけど。なってますね、で、その思った通りにするのはどうするかっていう話をすると、はいはいはい、行動すりゃいいだけの話なんですよ。そうですね。はい。で、その行動の手前で制限かけるわけですよ。皆さん。はい、うん。ただ単にそういう仕組みやということを理解。はいはいはい、うん。ね。で、前にもお話しした、その、この世の中、地球はもうそもそも、なんていうかな、はい、決まっているみたいな。未来に起こることも決まっているみたいな。はい、で、この話も、ちょっとここをおさらいしとくと、うん、私たちが今この生きてる、うん、なんていうかな、この生きてるこの世界での概念的な感じって、一般的な感じ、うん、時間は先未来に流れていってますみたいな感じじゃないですか。うん、これ、そうじゃないのよね、そもそも。はい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 。よくよく考えてみればものすごくわかりやすい。よくよく考えてみればね、簡単な話で。はい。例えばね、うん、無から有が生まれるっていう話したじゃないですか。ね。ほんで、何にもないとこから無が生まれるわけですよ。で、その無から有が生まれるんですよね。だから、その宇宙がビッグバンがどうしたとか、ああしたとか、こういう話じゃなくって、何にもないとこからポンって生まれてくるわけですよ。宇宙そのものがね。はいはいはい。だから私たちもその宇宙の一部なんですよね。はいはいはい、はい。で、その宇宙が、その成長し続けてるとか、膨張し続けてるとか、うん、時間軸が未来へ流れていってるって感じがおかしい。わかるわけじゃん。腑に落ちないなっていう感じわかる？時間術が違う。腑に落ちる。だから、うん。何もないとこからポンと生まれてくるじゃないですか。
はい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 、はい。完結してるって感じですよ。もうすべてが。ああ、もう、要は、ああ、なるほどね。はい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 。全体の、だからね、あの、物事何でも見るとき、皆さんね、何でか分からんけど、自分のその、足元のところから見るんで分かるはず。ああ、はい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 。なるほどね。はい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 。なるほど。はいはい。これ足元のところから見るっていうのはどういうことかというと、観察者って自分が思ったら分かりやすいんですよ。観察してる。うんうんうん、私もと若い観察するから余計分からなくなるんですよ。うん、はい、はい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 。で、今日ね、なぜこんな話先するかって、ここ分からないとなかなか先進めないんで、うんうん、じゃあ逆にね、宇宙の一番大きな生まれたところからの観察者の目線って、うんうんうん、分かるでしょ、うん、これボンと生まれた瞬間にもう全て完結してるわけですよ。うん、完結してますね。はい。その中で我々が、未来がとか過去がとか言ってるだけと思えば分かりやすいと思うんですよ。はい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 、はい。分かったなんとなく。なんとなくね。なんとなくですけど、ただ、だからなんだろうな、もうちょっと整理が必要だな、なんかな。分かりにくい。うん、なんか概念のところで、なんか感覚のところに入ってますもんね、多分ね、それって。うん、だからね、これ、あの、これ見てる人にお伝えするのはね、今日お伝えしたいのは、これ宇宙の、感覚的な話もそうですし、うんうん、で今の世界地球で起きてることですよ、うんうん、でこれもね、うん、要は自分の足元ばっかり観察してたら何にもわからないんですよ。振り回される状況。ああ、うんうん、それはなんかね、その自分の見える世界だけで物事を測るというか、その全体像を見てないんですよね。多分自分の置かれた状況がある、うん、でその下のことしか見てない、だからダメだから、うん、それだったら全体像の世界、宇宙の宇宙全体を見た中の一人の人間として客観的に見ないとっていうのは、その概念はなんか伝わります。そういう感じだったら、はい、全体像を、はい、よっていうかイメージできない状況だと何話しても、もう先進まないんです。確かにね、そのだって我々で昨日のこの前の金融の話もそうですし、やっぱ結局あれ全体像がある中の一個の動きとして金融っていうのが金利みたいな概念があるだけであって、まあ、実際は根本的には全体像が分かってないと意味がないよねってのはその通りだと思います。はい、うん、イメージするってこと大事ね。うん、でまあ、宇宙の話はそういう感じなんですよ。だからまあ、うん、そもそももう完結してるんですと、はいはいはい、過去もありませんみたいな。はいはいはい、なるほどね。はい、じゃあ私の未来は決まってるのかとか、はいはいはい、の未来は決まってるのとか、はいはいはい、そういう話でもないっていうことが分かるんですよ。なるほど。どういうことかというと、うんうん、観察してる自分が、はい、その、なんていうかな、観察してる自分が捉えて、仕事作ればいいっていう概念。はい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 。うん。わかる？まあ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 、ぼんやりですけどね。宇宙は俺なんだぐらいの感じ？ああ。宇宙が俺か。なるほど。なんだろう、言ったかな。でね、うん、こういう感覚的なものを理解できると、はい。その、これは無理だとか、あれはダメだとか、制限かけるっていうことがもうないわけですよ。はい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 。でしょ、うん、うん。で、その、なんていうのかな、その、これはいいとか悪いもないし、うん、善悪もなければ、右も左もなければ、うん、うん。思うがまんまにこう、自分の思いついたことをやっていくと。うん、で、それが、まあ、前回もお話しした、うん。の中でお話ししたこれだけ大変革なんが大変革の時代ですから、そういうことをできる大チャンスの時代ですよっていうくくりになってくるんですよ ね、うんうん、ね、はいね。で、何やったっけ、何の話だっけ今日。だから今日は自然を大切にするっていう話ですね。要は自然を楽しむ大切さ、要は自然を楽しむことによってビジネスもそうですし、その、まあ、みんなと一緒に楽しむっていうのかな、自然をね。要は何かをやるときにみんなと自然を大事にしてることによってビジネスも活性化になりますし、そういう、なんだろう、行くことの意味。でもみんな、でも今の世の中の人たちって自然を大事にしてようとか、その自然に行こうとしなくて引きこもりも多いじゃないですか。引きこもりで家の中で作業したりってする人も多いから、じゃあなんでその中で自然なのかなっていうところ。うん。が一番知りたいところだと思うんですよね。うん、要は結局、皆さんだって Zoom だったりとか、オンラインとか、こういうところでもう会話ができちゃうわけじゃないですか。だから要は一緒になんかやることもできちゃうわけじゃないですか。やろうとすれば。うん、でも、その中でもまっちゃんは船という一つの船がいい。まあ船は船にこだわってるところもありまして、それは別に山でも
まあ、どこでもいいんですけど、そっちの方が仕事がはかどるっていうのも、なんとなく自分は感覚的に分かるんですよ。ただ、それだけ言語ができてないのでってことですね。あのね、簡単に言うとね、うん、誰もが持ってると思うんですよ。魂が喜ぶ原風景みたいな感じ。はい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 。うん、これはその、ね、本当雪山でもそうだろうし、はい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 、その竹やぶの中の山でもそうだろうし、うんうんまあ、私なんかはまあ海大好きなんで、海に死んだ海に帰りたいと思ってそう、うん、そういう簡単なことですよ。原風景みたいなものがあるんですよ。でね、うん、もっと突き詰めていくと、なんていうのかな、この世の中っていうわけじゃないか、うん、私たちが今生きているこの世の中みたいな感じでいくと、うんうん、一番最も価値あるものって何やと思う？愛ちゃん、もう簡単でいいから考えていいから。ああ、一番価値があるもの？うん。それは友達じゃないですか？え、価値があるものって。まあまあ、それもそうやねんけど、自然の話やったんでね。うんうん、でね、はもう間違いなく太陽だと思ってるんですよ。生きていく中でってことね。はいはいはい。生きていくというよりは地球上に、その植物も、生物も、生物も人間もですけど、はいはいはい、これ一番価値のあるものがあるんですよ。太陽そのものが。うん。と思ってるんです、ね、まあ、生命を生み出すという基本的なものですもんね。うん。自然ってイコール太陽なんですよ。うん。あ、なるほどね。うん、やっぱりね。うん。うんうん、で、おそらく太陽の光っていうのが、まあ、紫外線がああだとかこうだとかいう変な御用客車みたいなのいっぱいおるけど、あんなものはほっといて、やっぱりね、太陽の光っていうか紫外線とかこうじゃなくてね、太陽のお日さん、はい、お天道さん、お日さんの光ですよ、はい、これがやっぱりなんていうのかな、人間のその体調不良とか、はいはいはい、精神的なこう疲れとか、はいはいはい、まあ、病気もそうですよ。これ全てを治すのが太陽だと思ってるんですよ、はい、これも間違いない。まあ、これがなくては生きていけないですし、そもそもみたいな。食物も育ちませんから、みたいな。そもそも概念そうですよね。なので、結局自然はここから、この太陽が恵んでくれてるわけなんでね。その食物であったり山であってもそうですよ。あれも山っていうのも、あれ山って何でできてるか知ってる？山って、なんかその土砂崩れとかで。どんどん積み上がってきてできてるのかなって、僕、すみません。まあ、まあ、噴火はね、火山が噴火して、ある程度、出来上がりますわな。うん、そう、自然障害で、なんかいろんな、自然の障害とか、形を変化。溶岩わかりますよね。溶岩わかります、わかります、はい。噴火して。はいはい、はい。いわゆるゴツゴツした山ですよ。はい、はい、わかります、わかります。はい、ね。これが、なんで、なんていうのかな。木々が植えて、土が、豊かな土があって、肥料があるような山になる。わ、はい、かる、はいはいはい、山何でできてるか。何でできてるかわかる？これもね、考えれば簡単な話なんですよ。これもね、何千年何万年もの時間をかけて、木がね、木が腐っていった山になっていってるんですよ。木の死骸。山が木の死骸なんですか。わかりやすいでしょ？わかりやすい。死骸か、うん。うん。だから山にはもう養分がいっぱいあるわけよね。土化して、はい、はいはい。エネルギーいっぱいありますね。まあそれはこっち置いといて。うん、それで、要は、人として、なんていうのかな、魂が喜ぶ原風景みたいな感じとか、その生きていく原風景、はい、生きていくそのなんていうのかな、エネルギーを得るものっていうのはやっぱ自然の中にある。っていうか自然にしかない。やっぱりもう自然が一番ってことなんですね、うん、そういうことですね。そういうことですわな。うん、で、まあ、これはコロナ、何年になるかな、3年かな。はいはい、3年ですね。はい、コロナってからって、やっぱり、そういうふうな感覚的な感じ、東京で仕事をしてても、1週間のうち半分はちょっと地方の田舎で住んでみるとか、うん、はい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 。縁のあるところで暮らしてみるとかっていう人って増えてきたじゃないですか。あれも全部ね、ひっくるめてね、本当に一昔前とね、やっぱりまだ20年くらい前までって田舎暮らしって難しかったんですよ。やっぱり。田舎のこう、なんていうかな、しがらみっていうか、変な、田舎のルールみたいなのとかね。うん、なんかこう、付き合いとかが煩わしいとか、いろいろあって、なかなか実現しにくかったんだけど、もう最近はもうね、そういうのもなくなってきて、各市町村なんかもね、積極的に誘致してるし、高齢化
してた人たちももう亡くなりになっていってね、うん、その変なしがらみっぽいやつも亡くなっていってるんで、そういう人も、うん、ますこれから増えていくと思います。はいはいはい、自身なんかも含めてね、連載中に含めてね、うんうんうん、まあ、結局、まあ、結局だって都会に住んでた人が田舎に移住するっていうのもいろいろと理由はあるとは思うんですけど、やっぱり自然の方がやっぱり豊かだし、心が豊かになるっていうのはありますし、人間も本質的に、なんだろう、やっぱりその地方に行って自然に触れた方が心が豊かになるっていうのは事実ありますしね、やっぱりね、まあ、自然に触れるっていうのは大事だなってすごく思いますね、うん、そういう流れなんですよ、うん、今、うんうん、だからさっき言ったコロナもそうでしょ、うんうんうん、で食料、食に対するその信頼性っていうのもありますね、うんうん、信頼性、なるほど、うん、ありますね、うんうん、農薬野菜とか、はいはい、ね、うん、野菜もそうだし、あと、はい、鳥のインフルエンザとかもそうだし、あとまあなんだっけ、その食料危機がウーダラハーダラとかっていうのもそう、はいはい、であとまあ原発問題ですよ、エネルギー問題、うんうん、エネルギー高騰問題もそうですよ、これ全てそこにつながってるんですよ。うん、あと、まあ、その、金融のクラッシュですよ。うん、これもそこ、うん、はいはい、都会で自給自足できないわけですから、うん、じゃあ自給自足できなかったら、お野菜も魚も買うしかないですね、と。うん、で、その金融が取っていくわけですから、うん、ね。やっぱお金そのものに価値はないっていうのだけじゃない、はいはい、薄くなっていくわけですね。はいはいはい、価値が下がってくる。ね、はい。だから、これ全部その流れなんですよ。うん、だから自然、山の中、畑、田んぼ、うん、自分で食料を作ってみるとか、うん、私が海とか川だったら、そこで魚を取ったり、貝を取ったりして、食べてるとか、うん、これ全部つながってるんですよ、これ全世界。同じことになっていってるんですよ。うん、なるほどね。うん、でここへね、これ全部が全部そういう生活しようとか、するとか、なるとかじゃなくて、うん、そういうものを取り入れる世界に変わっていくんですよね。うん、みんながそう望んでいく世界ですよ、うんうん。なるほどね、うん。うん。流れなんですよ、これ。流れね。確かに。うん、うん、うん。で、まあ、無視してたわけじゃないけど、軽んじてたものっていうのってあるじゃないですか。これが自然ですから、本来一番重きを置くというか、感謝するというか、一番偉大なもんね。どう考えても偉大なんですか、自然に。で、それをこう軽んじてるところから、もうちょっとそこに重きを置いて、その、例えば、農業だったらね、土から恵みをいただくと。ね、海だったら海から恵みをいただくと。元にあるのは太陽があるから、光合成で植物も育つし、海の海藻も同じ理屈ですよ。そういうところにたどり着くだけの話じゃないですか。別に。まあ、確かに。今日は深い話でも何でもないと思うよ、これ。確かに。その船船って愛ちゃん船ばっかり言うけど、私はこれ、うん、まあ、ちょっとこの10年ぐらいかな。ちょっと海から遠ざかってたんで、うん。うん、まあ、そこに戻っていこうかなっていう感じ。ああ、船に戻るんですね。ああ、なるほどね。海にちょっと寄っていこうっていう感じ。ああ、船に寄り添ってみようっていう感じか。ああ、なるほど、ね。海に近寄っていこうっていう感じ。ああ、自分から近寄るってことですか。離れたものを。ああ、うん、いいですね。海に近寄っていく。なんでその近寄っていこうと思ったんですか？いや、もう魂が叫んでるみたいな。ああ、求めてるってことなんですね。もう求めまくってるみたいな。ああ、確かに人間の、うん、なんだろう、原理原則はやっぱり皆さん求めるんですね。自然とかを、その、自然という中というか、その、なんだろう、元ある姿に求めてるっていう流れなんでしょうね、多分ね。だと思うわ。あ、だから、なんていうのかな。そこには、まあ、僕の場合は海ですよ。僕の場合は海ですけど、うん、そこにいるときって時間の流れがないんですよね。ないんですか、時間の流れが。ないのよな。やっぱりな。時間が流れがないっていうのは時間が止まるってことですか？止まってる状況やよな。止まっててある日突然日が暮れるみたいな。ああ、いいですね。じゃあ、もうそれってなんかもう一体感になってるってことですよね。一体感。だから夜明けで始まって、日暮れまでが時間が概念ないみたいな。ああ、それはなんか時間に追われなくていいからいいですね、めっちゃね。これ分かる人おると思う。今何時って気づかないみたいな、ね。ああ、いやいやいや。だから、要は感覚的に分かるのは夜明けと日暮れ。はいはいはい。なんか没頭してる感じですよね、何かにはね。多分ね、夜が来たなみたいな、朝が来たな。あの感覚って多分大事だと思うよ。
確かに感覚大事ですね。確かに。うん、結構そこは結構大事ですね。最初の話で言ったけども、まあ行動なんですよ。うん、まあ今回これもそうなんですよ。要は行動を起こさないとこういうことも感覚的なこともなかなか元に、うん、感覚に戻せないし、はいはい、逆にある意味経験もできないっていうことになるんですよね。うん、でそういうことができたら、向かってたただ単に行動しただけですよ。僕はたまにとって。うん、だから誰でもできることなんだけども、うん、最初なんだけど、そこに制限かけちゃう私がいます、みたいな。うん、いますね、みたいな。うん、確かに、ね、それはどう、ね。それはどうしたらいいんでしょうかって言ったら、やるしかないでしょ。うん、やるかやらないかやるしかないですもんね。結局何でも、今回の自然の話もそうですけど、全部がそこへたどり着きますよ。前回、商売の話もないけど、やっぱり、今日はちょっと話またそれるけど、成功する法則みたいな感じの話ってあるじゃないですか。あります、ね。なんか、セミナー系みたいな、ビジネスセミナーみたいなやつ。ね、あれで成功する法則みたいなことって、ああじゃらこうじゃらあるんですけど、あんなもんないんですよ、そもそも。はっきり言って。はっきり言って、流れでそうなったぐらいのものなんですよ。よかった。でね、絶対に成功しない法則っていうのがあるんですよ。はいはい。これが、うん。一個だけ行動しない人。でも成功しようがないんですよ。確かに。うん、これは鉄則なんですね。行動してみて、いろいろとやってみて、やるのが一番大事ですよね。やっぱりね。うん。うん、で、まあ、行動して、偉いにあったとか、うん。まあ、失敗したとか、うん。まあ、これは、商売だけじゃなくて、趣味の世界、僕の骨なんかもそうですよ。うん、行動して、なんかとんでもないもん買っちゃったとかな。うん、でも、失敗するからこそ、それが逆に自分の、その、糧になるというか、よりよく上に行くような感じですよね、やっぱりね。そうなんですよね。もう一段階上がるって感じですよね。はい。失敗すればするほど、また楽しくなってくるみたいな。そういや、もう人生はやっぱり失敗を突き込むのですと思いますよ、やっぱり。ずっとやってて。うん。で、まあ、失敗するのがまた楽しい。楽しいですね。ワクワクしますよね、そこはね。それはすごくわかる。うん。で、まあ、そんな感じなんでね。要は、だから、うん、やっぱりもう魂が、なんていうのかな、こう求めるものをやっていくっていうのかな、うん、形にしていくっていうか、うん、そんな暮らしを取り入れていきましょう、みたいな話です。でも、まっちゃん自身、なんか、魂っていう概念をすごくこだわっておっしゃいますよね。毎回毎回、魂が、その、その魂と自然の結びつきって、どんな感じなんですか、うん、そのイメージつかないんですよ、僕とかって凡人なので。なんか、まっちゃんはまっちゃんの多分いろいろ経験してきたからこそ、味わってるからそう言えるんだと思う、断言できるんだと思うんですけど、僕みたいに一般的にこう、日常生活をやって、つくつく育ってきた人間から見ると、わかんないわけですよ、その感覚が。ああ。わかんないですね。いや、魂っていう概念はわかります。魂概念がわかります。日本の魂っていう侍魂、武士道っていう魂の概念もわかりますと。ただ、うん、それと自然というところの結びつきっていうのがまだ概念としてはっきりわからない自分がいます。でも、それを見ている視聴者の人たちも、わかる人はわかる。ある程度、いわゆる、なんだろう、一回挫折をしてる、一回死んでる人は、ある程度その気持ちもわかるし、なんかその領域の世界のことぼんやりはわかるけど、でもまだ掴みきれてないなんかがあるって人多いと思うんですよね。そんな難しい話じゃないんですよ。なんかあんまり理屈で言うからおかしくなってくるんで。なるほどね。はいはい。簡単にこれ言葉で言いにくいんですけど、はい。言葉、表現できるあれじゃないですよ。簡単に言うとね、はい。簡単に言うと心の拠り所みたいな感じですよ。じゃあ一回も味わいっていうことですよね。要は。心の拠り所とかね、うん、なんていうのかな、なんか包まれてる感じになれるところですよ。うん、だからなんか、そんな話じゃないですよ。もっと簡単に言うと、ここだったら今死んでもいいなっていう感覚になれるところですよ。なるほど。うん、今この肉体はここでなくなってもちょうどいいかなっていうような場所ってあるもんですよ、みんな。うん、そういうことだと思いますよ。だから、うん、もう味わえってことだよな。多分その感覚はな。っていう、だからそういうようなってね、言葉にできないと思うんですね。確かに。でね、これってね、ホッとするとか、そういう癒しとか、そういう話でもなくて、うん、山も海も全部そうなんですけど、自然って厳しいんですよ。
あの優しい綺麗な側面だけじゃないんですよ。あの世の中で怖い、一番怖い、恐ろしいものっていうのも逆を言うと自然なんですよ。確かに逆らえないですからね。少し命も関わるもんですもんね。確かにどんなに設備を整えたとしても自然には誰も勝てないっていう。厳しさも優しさも偉大さも全て備えてるのが自然なんですよ。はいはい、だからそういう言葉にできない包まれてる感じっていうのがあるんですよ。なるほどね。まあ、ほんと一言で言うと、ここだったら今死ねるっていうとこですよ。やっぱり。そういう感覚を持てる場所ってあるんですよ、みんな。で、これはね、自分がそう、自分が育ってきた中でそうなったとかっていうのも多少ちょっとはあると思うんですけど、これね、そもそもそういうことだと思うんですよ。私たちの魂それぞれ。だそれぞれの魂に持ってるものの拠り所っていうのがそれぞれ違うじゃないですか。でもそれを見つけるように自分的に動かないとはいけないですよね。要は行動が全てだっていう形じゃないですか。まっちゃんも行動したことによって、行動したじゃないですか。要は船というところで乗ったっていう行動したからそこにが拠り所だって自分が気づいたから、今の感覚が出たわけだから。要は、結局のところ、じゃあこれから皆さん動画を見てる皆さんにとっては、やっぱり行動して拠り所は見つける必要はあるよねっていうところはありますよね。そうよな。だから1億人おれば1億人、10億人おれば10億人、その、持ってる魂が違うわけでしょう。同じ人なんていないわけでしょう。だからもう何回も言ってるけども、自分の奥を見なさいっていうことしか言いようがないんで、その奥を見ていくじゃないですか。そういう、喜ぶところが出てくるんですよね。まあ確かにね、今回のお話の自然という部分だと、やっぱりその最終的にやっぱり自然という楽しむことによって自分の魂の拠り所が見つかるから、本当のその不安だったりとかそういうものが全部どうでもよくなって研ぎ詰めされるっていう感じですよね、イメージ的にはね。だから自分の早くちゃったら心の拠り所を作るっていう話ですよな。まあ、なんかそんな偉そうに、そんな、そういうわけでもないけど、まあ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 、あった方がいいですよね、でもね、それはね。いや、なくてもいいと思うけど、僕はもう耐えられないみたいな。いや、でもそれがまっちゃんじゃないですか。だからまっちゃん的にそのおすすめ、まっちゃんが逆に今回さ、動画を使って皆さんに、この世の中そんな大変じゃなくて、良くなっていくから皆さん、なんとでもなるよっていうふうに発信したい。部分じゃないですか、チャンネルとしてはさ。そうなってくると、僕から見ると、じゃあその中で抹茶のテーマとしては、魂のところっていうのは、やっぱり重要なキーパーソンになると思ってるんですよ。でも抹茶違うっていう、とは思ってますけどね。抹茶自身は違うとは思ってますけど、もしかすると。でも、キーパーソンとして、キーワードとして入ってくるのが、絶対魂って言葉が毎回毎回言ってくるので、魂を揺らぐとか、揺さぶるって。そうなってくると、やっぱり魂の拠り所を見つけるというところは、やっぱり、人によっては違うけど、探しに行った方がいいよねっていう話にはなりますよね。やっぱり。で、まあ、まあ、農業も漁業も、はい、すべてそうですよ。やっぱり、その、なんていうのかな、どうやって自然とこう折り合いをつけて、来ていくか。こういう歴史なんですよ、人類ってね。自然って厳しいんですから。天候不良になれば作物もできないですしね。洪水が起これば作物流されるし、海の水温が変われば、水温が上がればサンゴがなくなって、サンゴが変われば海の魚もいなくなると。こういうこととの戦いなんですよ、やっぱり。戦うというよりは、自然とどうやって共生していくかっていうのが、これ大テーマなんですよね。で、まあ本当言い方悪いですけど、今まではちょっとそこに科学的なものっていうのを取り入れながらね、目に見えてる科学的なものとか、その、なんていうのかな、商業的なものを取り入れながら、その改善していったり、まあ、人類は、まあ、そんなとてつもない危機に、飢餓に見舞われることなくうまくやってきたわけですよね、とりあえず。そうですね。貿易なんかを使いながら。はいはい、そうでしょう。世界中貿易でなんとか賄ってきたわけでしょう。これ石油も油もそうです。はい、食物もね、すべてそうですよ。うん、でもこれがね、もう何回も以前から言ってるように、これがなくなっていくわけじゃないけども、弱まっていく世界になるんですよね。要は世界交易っていうのはちょっと縮小していく形になるんですよ。なくなるはしないよ。続くんだけども、そのマネー、そのものの力が弱まっていって、その
資源とかね、食料とか、ね、そういう自然に直結したものにが価値が出てくる。あ、もう変わってきてる人、見てたら分かるでしょ？うん、分かりますね。うん。もうこれで一気にもっとすごく変わりますからね。うん。っていうことは、私たちも日本っていうこの国土の中とか、その海も、豊かな海があるわけですからね。うん、うん。それとどうやって共生していくかっていうのを、うん、なんていうかな、世界の最先端になれるっていうかね。うん、うん。そういうテーマ性っていうか、民族性を持ってる、うん、んですよ。うん、日本に。うん。うん。どちらかというと、その、はい、ちょっと西洋的な考え方ってね、うん、あのね、自然も支配しようとするんですよ。あー、なるほどね。確かにね。だから大規模プランテーションね、はいはい、はいはいはい。言ってることは分かりますよ。はいはいはい、自然もこう何かこう科学的なものとか、はい、そういうことで支配しようとするんですよ。はい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 、あれはね、もう大きな時代の流れでいくと、このイギリスが、はい、イギリスから始まった、はい、そのアメリカを使った西洋文明のこの世界支配みたいなものがもうこれなくなるんですよ。今なくなってるのよくわかるんでしょ？で、これがもうなくなるっていう時代になるんでね。で、大きな流れとしては東洋にシフトしてくるんですよ。はいはいはい。で、この中心を担えるっていうのは最終的に僕は日本やと思ってるんですよ。うん、なるほど。それは金があるからとか金があるとかああだとかこうだとかじゃなくて、うん、自然といかに共生をしていってる民族である。はい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 、はい、うん。こういうところに帰っていくんやと思うんですよ。確かに。これはもう多分そんな流れやと思いますよ。はいはいはい。で、それのお手本になっていってるっていうのが15年後ぐらいの未来違うかな。はい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 。5年はかかると思うわ。はい、5年はかかるのか。はい。あの、農業なんか特にね、日本人独特の感性があるんですよ。はいはい。うん。だから、本当ね、あの、まあ今はね、変な規制かけられてね、うん、はい、あの、農薬もそうですし、いろんなわけのわからん規制もなってますけど、はい。やっぱりこんな若い優秀な人たちがそういうのを突破していきますからね。はいはい。うん。そういう本当に豊かな時代ですよ。だから、はい、なんていうの、お金で何でも買い叩くっていうような時代じゃなくてね、その価値あるものっていうのをそういうところに重きを置いていくっていう時代なんですよ、はい、うん、で、これ何が価値があるかって言ったら太陽っていうのはさっき言ったけどね、はい、愛知さんとじゃないですか、うんうん、これもここに来てね、つながってくるのはね、うん、どれ何が価値になるか、世界の中で日本の価値は何なのかってこうやって見ていった時に、うん、人々の概念的なものとか生活文化なんですよ。そうですね。うん。全くその通りだと思いますよ。その国が持ってる生活文化みたいなもんが、うん、一番大きな価値になるんですよ、これ。はい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 。わかります？わかります。ってことは。そういうディズニーランドがどうだとかっていう、ああいう作られた観光ではなくて、うんうん、その元に根付いた人々のその生活ってあるじゃないですか。うんうん、ありますね。うん。あれが観光地になるようなイメージや。ああ、確かにね。ありますね。うん。こういう感じに変わってきます。はいはい、いいじゃないですか、めっちゃ、うん、だからものすごく自然な感じですよ、その、うん、あまりにも人工物してないような自然を取り入れながらこう観光をしていく、うん、はい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 、いうような、あの、世界が全部そう変わると思う、今回、時間をかけてね、はい、うん、で、まあ、あの、そういうことを分かってもらえればね、はい、いいよ、やっと俺が望んでた時代来たみたいな人見てると、いや、俺が望んでたことやな、これみたいな、はい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 、うん、だから僕前金融の話で言ったけど、大チャンスは今なんですって言ってるのがそこなんです。うん、いいですね、うん、そういう本来人が持つ魂的なもんっていうのを掘り起こして、やりたいとやれるタイミングがやっと来たっていうことなんですよ。はい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 、はい、うん、ちょっと30年、40年前だ、あんたそんな寄捨て人みたいなことを言うなって親に言われて怒られるよ、こんなこと言うから。はい。いや、こっちの会社辞めて農業すんねんとかね。はい。違う？ 40 年ぐらい前やったったら。まあ確かに。どこに頭のおかしいこと、もっと学校で勉強していい会社入れって怒られるでしょ？怒られますね。はい。こんなもうなくなったでしょ、見事に。なくなりましたね。はい。今すぐ未だに偏差値上げて大学行っていい会社入れっていう。ご両親おったらちょっと大問題かなと思うけど。でも、まあ、まだまだ、その、昔の考え方してる人たちはそう考えるかもしれないですけど、まあ、今はね、だいぶ少なくなりましたよね。でも、それでもやっぱり学歴を気になっちゃう親っていうのは多いですから、まだまだ、ありますけど、
ただ、うん、そうだよね。いいと思うよ、それ好きでやってんだから、僕好きでやってるから、それはそれでいいんよ。いいんだけども、うんうんうん、いいんだよ。でもせっかくね、この動画を見ていただいたんだから、気づいてほしいのはね、うん、その学歴で何をしようとしてるんですか、まあ、そもそも、そもそも何を、その、そもそもなところを僕も感じるのは、親と、僕も二人の子供いますから、すごく感じるのはですね、その、学歴って確かに肩書きとしては、まあ、まあ一般的に証明された証明書みたいな感じじゃないですか。でも実際、なんだろう、学歴があったからって言ってビジネス成功するわけじゃないし、結局ビジネスで学歴を害した人と人との商売だったりとか、まあ人と人との人の思いで、やるものだと僕は思っているので、そう考えると、その勉強知識は全くない必要だよなっていうのはすごく思いますよね、やっぱりね。うん、まあ、不要というよりも、最近この3年ぐらい特に思って、はい。弊害の方が大きいかなってちょっと思うときあるんですよ。学歴が？学校が。弊害。学校自体がな。弊害。うん、弊害っていうのがすごい思います。弊害。はあはあはあ。だから、わけのわからん、わけのわからんルールとかね、はい、わけのわからん教科書とかね、わけのわからん勉強とかね、はいはい、あれが弊害になってることがあると思うんですよ。確かに、教育、そうですね、その違いますよね、やっぱりね、確かに。どういう弊害か、簡単に言うとね、今日の自然の中の発展の話と一緒でね、はい、うん、これ多分見てる人、これよく聞いてもらったら感覚的にわかると思うのは、はい、自分自身を制限をかけることへの教育っていうのをやられてるんですよ、あれ。だから、これをやっちゃダメとか、うん、あれやっちゃダメとか、これ無理でしょとか、うん、これは世の中こういうもんなんですとか、うん、あれが学校の教育なんですよ。うん、教科書の中も全てそうなんですよ。ダイナミズムはないんですよ。全く。うんうん、で、それを、その、学校の嘘の歴史の教科書を覚えて、それで偏差値を争うわけでしょ。はい、意味不明の話ことやってるんですよ。そうですね。意味不明なことやってますね。確かに。丸罰ゲームやってるわけですよね。丸罰ゲームやっても意味ないですからね、実際ね。確かにね。で、それ丸罰ゲームはもうこっち一個置いといても、さらにそれは嘘としたもんですから、うん、どうにもこうにもならんっていうことを、ね。確かに確かに。確かに確かに。でね、うん、話今のところに戻すとね、その自分自身のさっき言った魂的な叫びっていうか、そういう本当の根源的なものっていうのを無視させるとか、させることを教えてるのが学校やと思ったら分かりやすいと思いますわ。ああ、要は、まあ、だから、ね、中途半端に学校教育受けてるから制限かかっちゃうんだと思。ああ、自分にね。自分自身に制限かかる。うん、いやいや。世の中のことはどうでもいい。確かにね。確かに、それはすごく痛いほど分かりますわ。うん、逆に制限かかって、かけてしまう。かけて自分の能力を、潜在的能力をうまく活用できてない。それはあると思います。まあね、あれ、学校教育って、サラリーマン作って税金と、むしり取るだけの教育のもんやから、あれ、そもそも。そうね、そうね、うん。そうね。だその教育を受けて、ねえ、じゃあ自分はこういう生き方をしていきますって言っても真逆のことをやられてるわけだから。まあまあ真逆のことをやってる時点でなんか気持ち悪いですわな、確かに。それはな。どっかでみんな気づかないかんよなって。まあまあこれ気づいたのは私も3年ぐらい前になってね。うん、やまあ、腑には落ちんかったけども、うん、まあ自分の子供にも、行きたければ適当に学校行って、まあ頑張ってやればぐらいの感じだったけど、うん、まあこの間、高校1年生の娘が高校ね、1年生で退学したけど、うん、いやもういいタイミングやなと思うよ、今。うん。行く理由がないと思うわ、もう完全に。まあ、それでうまくいく例も、まあ、基本的に自分自身の問題じゃないですか。要は生きていくのって自分だから、うん、結局学校ってそれになんか依存させてる部分も多いなと思ってて、結局はなんか学校が出たからって言ってなんか安心感でそのままのうのうと渋滞生きるんだったら、まあ、逆にやめて危機感やって必死に生きていろんな水で吸ってでも頑張った方が僕はいいかなと思いますよね。そっちの方が役に立つと思う、自分としては。で、偏差値っていうのが、うん、まあ今までの時代も終わったけど、今までの時代って偏差値と、うん、ある意味、その、大人になってからのパスポート的な感じ。ああ、そう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 。まあ、チケットみたいな、まあ、チケットですよね。パスポートですよね。これでもなくなったわけですよね。で、まあ、そうそう、まだ
出てる人おるけど、もうこれ完全になくなりますからね、そんなパスポートは。うん、学歴はもう本当に昔のなんか化石になっちゃいますよね、確かにね。うん、だから要は大きい企業さんでその何もせんと退職するまでいますみたいなことがないのに学歴って言ったってねみたいな話になるわけよな。うん、昔と違って今はね、そのもうある意味副業独立なんて当たり前な時代になってるかもですからね、確かにね。うん、だからまあ自然の話からまたそれてきたけど、自分らしく生きていくってことなんですよ。うん、でも自分らしく生きれるっていうのは確かに僕その今日のね始まりから話聞いてて自分の中で答えをね探しながら話聞いてて話してるんですけど、まあ答えの一つとしてあるのはやっぱり自然の中に触れることによって、まあそこが自分らしさが出てくるのかなっていうのが思いますね。要は隠せなくなる、要は常に裸になれるっていうか、要はみんな例えば日常生活で生きてる時ってまあすごい鎧を着てる状態だと僕思ってます。それはなんでかっていうといろんなものから守るため。でも自然っていうのは、いわゆる、もう、神からの恵みであり、地球の魂でもあるわけだから、要は、なんだろう、鎧を被っちゃったら、逆に今度は、もったいなくなるから、皆さん解放するわけだから、やっぱり自分の自然体になれるのかなっていうのは、すごく感じましたね、お話の中で。うん、そういう時代なんです。だからね、いろんなことの話が、さっきから言ってたことと全部つながってるんです。うん、うん。つながってるっていうのは、どういうことなのかっていうと、はい。はい、自分の姿とか考え方っていうのを自分で最終的に自分のことは自分で責任を負うっていう時代に変わるんですね。学校の責任を持つと、うん、会社の上司が責任を持つとか、うん、役所が責任を持つとか、ひいては国が責任を持ってくれる、うん、そういう時代はもうなくなるわけで、そこへ自然がつながってくるっていうのはね、自然って、うん、さっき言ったように厳しさと優しさ両方持ってるわけですよ。うんうん、全部を責任持たないといけないわけ、うん、はいはい、あそこに楽しむにしろ。うん、だから海で溺れてレジャーで死ぬ人もおったりね、うん、山行ったらその遭難する人もおるわけでしょう。うん、ああいうの紙一重なんですよ。はいはい、うん、でそういうのも自分の責任なんですよ。それ自然を知るっていうことなんですよね。だから山が崩れたから雪崩が起きたからって言って国に文句言ったら何もしてくれないわけですよ。はいはい、そうですね。うん、だ海が大しけになって、船が転覆して死にかけたって言っても、国が何かしてくれますかってしてくれないわけです。うん、確かに。それで自分の責任ってことなんですよね。そうですね、自分の責任ですね。これが全てつながってるんですよ、ここに。そういう意味で自然の厳しさっていうのは、ある意味、その、今までの、なんていうかな、社会的な変なへりくつ、こねた社会の厳しさっていうのもあるけど、それ以上に生きるか死ぬかって、生死がかかった部分では自然の方がはるかに厳しい。厳しいですね。勝てないと思いますね、自然にはね。だって、ね、だから自然は子供をあやす以上に難しいですからね。うん、だって、向こうが勝手にやってくるんですからも。普通、対応できないじゃないですか。でね、ここを知ると、うん、自然を知るだけじゃなくて、うん、その、なんていうかな、人の根源とか、そういう設理とか、原理原則みたいなものを、自然を知ってる人、分かってるんですよ。うん、やっぱり、うん。うん。食物は何で育つかとかね。わかるわけ、そこは。はい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 。肌感覚で、理屈じゃなくて。はいはいはい、はい。で、ここわかれば命がわかるんですよ、やっぱ。はいはいはい。で、人としてね、大きくなっていくって感じです。はいはいはい。なんか、でも、そんなもん大したことないみたいな。それこそ、理想なんじゃないけど、どうにかなるみたいな話。はい。面白いですね。うん。だから、結局ね、どうにでもなるから最後はお天道さんが何とかしてくれるよっていうのを自然言えるのは自然を知ってる人っていうのはそんな感覚持ってますよ。お役所さんもそうだし。はい、はい。うん。もうやるだけのことはやってんが、あとはお天道さんが何とかするだろうと。なるほどね。面白いですね。そういうところに、だからいつもの話と面白い、あれと一緒で、同じところに最後つながるんですよ。結局テーマみんなね、うん、違うし、ざっくりしてるテーマを投げてるつもりですけど、それでも同じところに行き着くのがすごいですよね。だから結局そこって根元は変わんないってことですよね。で根元からの枝分かれで木になって枝になって葉っぱになってってこの前言ってましたけど、まんまそれじゃないですか。だから結局のところはそこから切り口が違うだけであって、戻ってくる先は全部同じなんだよねっていう感じですよね。うん、そういうことだ。だけどみんな難しく考えちゃうんですよ本当に。みんな頭が良すぎるんです、人間って。本当に変に頭脳があるから、もう、うん、なんだろう、難しいことを考えちゃうついて、っていうのはありますよね、やっぱりね。今日も最後にしましょうか。あのね、はい、
なんか結論的な話ってしてあげしたいけど、その難しく考えるというのじゃないんですよ。それ違うんですよ。なんですか逆に。それね、だから難しく考えるっていう言ってる話っていうのは、うん、外に何かを求めてるから答えが出てこないんですよ。なるほど。なるほど。何を同じこと言ってるか。僕、外に答えを求めてるのか。僕自身。外に何かを求めたって答えなんか出てきませんっていう話。自分のうち、だから要はうちを見ろとみたいな話なんですね。だから、もっと簡単に言いましょう。みんな喜んでくれると思うんで。素直になりなさいって思ったっていう話。素直にね。はい、素直にね。はい、素直に、ね。なんでこう素直さを曲げるんかが僕にはようわからんんですよ。ああ、僕は素直さを曲げるか素直になるか。だからね。だから、いや、その素直さを押し殺して曲げてまで、あなたは誰に好かれたいと思ってるんですかみたいな話に聞こえるんですよ。ああ、誰にも好かれたくないんですけどね。確かにね。だから、これが学校教育の弊害。で、これなぜかっていうとね、あーちゃんね、うん。はい。答えは正しくないければいけませんと思ってる自分がいる。ああ、なるほどね。ああ。だから、なんか答えるときに、答えてこれ合ってますかって言うじゃないですか。いや、はい、あんたの答えはあんたの答え、私の答えはみんな違うでしょと。あのみんなだから全員正解丸つけてる時点っておかしいんですよ、学校教育で。そうなんですよ。どこなんだよね、結局ね。いつも同じこと僕言ってるよ。いやわ、うん、まあ、かったわかりましたけど。学校教育とか社会教育の弊害ってここにあるんですよ。確かに、もう丸、みんな丸ついてんだったら僕も丸つけないといけないっていう感じですよね。要は同じ答えを出さないといけない。でも実際は違うからね。人はそれぞれ。いやおもろいわ。面白いわ。同じ答えを導き出させるっていうことが、あれが洗脳教育のトリックなんですよ。そこをみんな気づかなかったんだよ。難しいね。同じ方へみんな行ってもらわなくて困るってことなんですか。いやー、楽しい講座でも、今日は悲しい講座じゃない、楽しい授業で。見てくれる人が喜んでくれると、たまにいいねしてね、ちゃんと、いいねないと分からんねん。これでよかったんかなと。だから、ぜひね、いいねとかチャンネル登録とかね。でね、今日最後にしましょう。でね、やっぱりね、ちょっと、まあ、これからも続けるんで、ちょこちょこ、お時間あるときは見ていただいてね、うん、少し、いろんなことを理解してもらって、自分自身でもやってみるとね、楽になれるから、うん、やっぱりね、自分が楽になるっていうのが一番大事なんで、で、あと、細かいことにこだわらないようになるんで、もうどうでもいいってなってくるんで、うん。ってなると、やっぱり、周りの人もハッピーみたいな感じになってきますからね。うん。まあ、そんな感じで、行きましょう。はい、行きましょう。ということで、今日は終わりになりますので、はい。ぜひチャンネル登録といいね、まあ。よろしくお願いします。はい。まあ、どうにでもなるって言ってる理由がこれです、いつも。じゃあ、今日も、忙しい中、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、さよなら。